レースウェイクはオランダの南ホラント州にある基礎自治体、デンハーグの郊外に位置している。文献によってはライスバイク、ライスバイクなどと表記されることもある。約5,500年前、北海沿岸の砂丘であったこの付近に人が居住していたことが考古学的発掘によりわかっている。レースウェイク村がこの地に現れたのは それからずっと後の13世紀になってからである。その頃は、貴族や富豪がこの地に領地を所有したり、日構えていた。1697年9月20日には、この地で、レースウェイク条約が結ばれ、大同盟戦争が終結した。1900年頃までは小さな村だったが、20世紀になると急速に発展し、現在では、 デンハーグ郊外の町として約4万6千人の人口を要している。レースウェイク基礎自治体には次の地区がある欧州特許庁及びオランダ特許庁が置かれている。また、ロイヤルダッチシェルの技術研究所や欧州霊長類研究所もレースウェイクにある。ありがとうございます。